ノリウッドの撮影の例。ノリウッドとは、ナイジェリアで作成された映画及び映画産業。ハリウッドとナイジェリアを組み合わせた造語。低予算ながらも、年間約2000本の映画が作られる。ハリウッド、ボリウッドに次ぐ、経済規模を持つ。作品の大半は市販のデジタルカメラで短期間に撮影された低予算映画を占めており、作品の中では、麻薬や、 人身売買といった社会問題を取り上げつつも最後はハッピーエンドで締めくくるという特徴がある。90年代に日本や中国から仕入れた大量の空の VHS の処分に困ったケネスネブエがリビングインバンデジを撮影して VHS にコピーしたものを販売しそれが大ヒットしたのが始まりとされている。これにより映画館よりも VHS や ビデオ CD、DVD といったメディアを安値で購入して自宅で見るという形が広まった。2000年代に入ってからナイジェリアにおける映画制作が本格化した。ノリウッド作品はいくつかの国へ輸出されており、南アフリカの有料テレビ放送事業者マルチチョイスはナイジェリアの映画専門チャンネルを4つ開設した。また、アメリカ合衆国の動画配信サービスネットフリックスは、 10本以上のノリウッド映画を全世界に向けて配信している。ありがとうございます。